ルーリットの村まではなかなか長い道のりだね。ああ、かなり歩くな。おーい、あんたたち！なんだ？水汲みの仕事をしに川へ行ったら化け物が出てよ。あんたらもこの先に近づかねえ方がいいぜ。魔獣？この一帯はこの衛兵が巡回しているはずです。この衛兵、偉そうなおっさんのことか。あいつならもう何日も見てねえよ。見ていない？一体なぜ？あんなやつもう絶対に頼れないし、頼りたくなんてない。だってあいつが頼りなかったせいで俺の妹化け物に襲われて足怪我して歩けなくなったんだ。まさか命令に背いて職務を放棄するなどありえません。なぜそんなことが？俺が嘘つきだって言うのかよ。そうは言っていません。しかしあんたらも剣士みたいだけど、奴らとどうせ同じだ。俺たちを助けてなんてくれないんだろ。そんなことはない。私たちがその魔獣を討伐する。お前は村に戻り、私たちが報告に向かうまでは川に近づかないように伝えてくれ。メディナ？けど信じるべきだ。私はともかく、先ほどお前が軽口を叩いたお方は最強の剣士だ。頼りないこの衛兵が千人で束になろうとかなわない。だから私たちを信じろ。そして村から誰一人として出してはならない。いいな？わかった。あんたらを信じるよ。絶対にあの化け物を倒してくれ。アリス様、勝手に申し訳ありません。しかしアリス様なら必ず討伐に立ち寄られると思い、このような行動に出ました。もちろんです。あなたの判断は的確でした。人界の民を守護する、それが我ら聖号騎士の務めですから。アリス、どうしたんだろう。いつもと少し様子が違うような。キリト、先ほどあの村人が言っていたこの衛兵のことですが、そのこの衛兵が魔獣被害に遭い、数日行方不明になっている可能性があります。なので魔獣討伐と同時にこの衛兵の行方も追いましょう。理由もなくこの衛兵が義務を放棄するとはやはり考えられません。きっと何かがあったのでしょう。ああ、そうかもな。変な悪知恵を働かせるような奴じゃない限りはありえない。キリト？いや、俺が変に勘ぐっただけだよ。それじゃこの衛兵についても気を配りながら先に進もう。
さてと。ええ、敵がいるぞ。行きます。攻撃するわ。電撃行くわよ。電撃行くよ。止めた。どうにか片付きましたね。みんなありがとう。救世主様のためなら一肌でも二肌でも脱げるぜ。お前ビビっておじけついてたくせに。はあ、おじけついたのはそっちだろ。喧嘩はやめるように。はい救世主様。キリト、
この衛兵のことですが。なあ、やっぱりいなかったな。カラントもこの辺りにはないし。でもこの辺りの警護ってことは。誰か！もしや、あの声は。様子を見に行きましょう。助けてくれ！いたぞ、カラントもこの先にある。彼を助け出しましょう。了解です。みんな位置について。必ずや民を救いましょう。おお、助かったぜ。この反応を見る限りアリスが整合騎士だとは気づいてない感じだな。お前たちも新しい警備先に向かう途中だったのか。
いきなりこんな任務頼まれて迷惑この上ないよな。平民ごとき一人や二人魔獣とやらに食われても大したことではない。奴らは高貴な我らと違いネズミのように子を多くなすのだから一人ぐらい減るのがちょうどいいと思わないか。なんですって。なぜ騎士団にまで配属された俺がこんなクソ田舎の警護などせねばならぬのか理解に苦しむわ。あなたに聞きたいことがあります。え？なんだ。先ほど私たちはこの周辺の村に住まう者からあなたについての話を聞きました。この辺りの警護を任されているはずであるのに数日あなたの姿を見なかったと。そして彼の妹はこの衛兵が常駐しているにもかかわらず魔獣によって怪我を負わされもう足が動かないと。お前はその間一体何をしていたのです。なぜ答える必要がある。対策本部の上層部に告げ口する気か。貴様に答える義理はないぞ女。では質問の仕方を変えます。ここには他に人もいませんし問題ないでしょうから。私はアリスシンセシスサーティ聖号騎士です。聖号騎士だと。まさかお前は聖号騎士である私の質問に答えぬ不敬を犯すもしくは虚偽を申し立てるつもりですか。ならば処罰を検討する必要があります。待ってください聖号騎士様。事実をお伝えしますから。私は決して職務を怠慢していたわけではありません。上司である近衛兵長の資料地のあたりを中心に警護しており、とはいえ必ず指定された時間はこちらの地を巡回していました。ならばなぜ大量の魔獣の出現が放置されたのですか。一人で対応できなくとも対策本部に報告はできたはずです。指定された任務に背いてはいません。平民の村人はお前にとって取るに足らない存在だから死んでも構わないと思った。だからですか。聖護騎士様、どうかお許しください。私は命令には背いていません。処罰は下しません。この地帯の警護担当者を変える、それだけです。お前には帝国の騎士団所属に戻ってもらいましょう。その任務の方が向いているようなので。キリト、私は村に立ち寄り報告を済ませ早馬を利用して騎士長にこの件を伝えます。このようなものがいたことは由々しき事態です。同じことが起こっていなければ良いのですが。アリス本気で怒ってるな。こんな奴が警護をほったらかしにしてたんだから当然か。そうだな。それじゃあ頼むよ。地図のこちらの座標にて合流しましょう。すぐに戻ってきますので待っていてください。わかった。また後でな。それからメディナ殿。どうされましたアリス様。今回は手強い相手だったゆえあなたと冒険者のみんなのおかげで助かりました。礼を言います。アリス様。それではまた後ほど。メディナだと。もしや貴様は欠陥品の一族の娘。これはこれはメディナ・オルティナノス。なぜ貴様ごときの人間がここにいる。私の名をなぜ。随分と懐かしいなメディナ嬢。成長されたゆえその顔がわからなかった。いいな欠陥品の顔など記憶の片隅にも置いておく必要がないのでに。貴様は昔父上の葬式にいた知り合いなのか。ええ、オルティナノスの前当主のことならよく知っていた。貴族にあるまじき失敗を犯して命を落とした哀れなお人だ。違う、父上が死んだのはお前らが。
本当に本当にそうなのだろうか。父上が死んだのは、父上を殺したのは私、父上の子供じゃなければよかった。そうかもしれないな。父上を殺したの、私、私のせいで、父上はもう二度と戻ってこない。父上は、メディナ、メディナさん大丈夫？救世主様。まったく、なぜ欠陥品のオルティナノスケの小娘が聖豪騎士様に同行することが許されているのか、理解に苦しむな。負け惜しみは格好が悪いわよ。そうそう、一体何なのよ。自分がサボってたのに人に責任転嫁するなんて卑怯じゃない。お願いです、救世主様に意地悪しちゃ嫌です。なんだこの小娘が。それに欠陥品を救世主だと。お前、言わせておけばなんだ。救世主様にその口の聞き方は。あまり狼藉が過ぎると黙っておけんぞ。ああ、貴様ら、噂になっていたベクタの迷子の寄せ集めか。欠陥品が自分と同じような欠陥品の配下を引き連れようが同じこととはいえ、生意気極まりないがな。貴様、私には何を言っても構わない。だが、みんなのことを悪く言うのであれば、許すわけにはいかない。同じ貴族に相手をしてくれる者がいないために、このような者たちをたぶらかすとは、さすがオルティナノス。どんな言葉で哀れなベクタの迷子をたぶらかしたかは知らぬが、お前のような欠陥品に本心で従う者はいない。本心で、メディナ、こんなやつほっとこうぜ。何を言おうと負け入りの遠吠えだ。俺たちも行こう。そうよ、メディナさん、早くアリスさんにも合流しないといけないしね。ああ、分かった。救世主様、大丈夫？ああ、私は平気だよ。泣いているのに。泣いてなんかない。涙なんて出てないだろ。手をつないであげる。救世主様が泣き止むまで。ありがとう。泣いてないけど。あんな貴族を黙らせるには、もっと私は強くなる必要がある。強くなり、功績を立てて、そして父上のためにも、オルディナノスケの名をもう一度。それが私にできる唯一の贖罪だ。アリス、村に報告してくれてありがとうな。いいえ、当然のことですから。お前たちと無事に打ち合えて何よりです。アリス、大丈夫か？え？いや、なんか元気ないからさ。いいえ、何でもありません。それより、先ほど立ち寄った村にて妙な噂を聞きました。この周辺で見知らぬ子供を見たと。見知らぬ子供？狭い村落では村中の世帯を一人一人の住民が把握していることが普通です。顔見知りじゃない、知らない子供は、つまりどこか別の場所から来た子供である可能性が高いってことか。ええ、探す価値はあると思います。
なら、ルーリットに行くまでに、まずこの周辺で子供たちを探そうぜ。ええ。先ほど立ち寄った村にて、ある伝承について聞いたのです。伝承？150年ほど前、この北帝国に現れた魔女によって、良き子供たちが皆、さらわれたというものです。魔女に良き子供がさらわれた？そんな伝承が？ええ。ですが、おとぎ話のように語られているだけで、真偽は不明のようですが、その伝承には続きがあり、魔女は聖なる皇帝の剣によって倒され、良き子供たちは親のもとへと戻された。だが良き子供たちの善なる心は、魔女によってすでに汚され、戻った子供は皆、人形のようになってしまったと。禁忌目録で誘拐は禁じられている。そうだよな。法に縛られている限り、滅多なことはないはずだけど。しかし、一切可能性がないとは言い切れません。ああ、そうだな。さてと。ええ。